こんにちは。こんにちは。今日は大阪港でですね、経絡マッサージ本格を終了された村岸さんに、今から、インタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村岸さんは石川県から来てもらいまして、はい、石川県の白山市、はい、スキーで有名な、はい、とこですよね、はい、で私の谷口の祖父母が石川県出身ですから、ね、半分も同じ血が入ってるということで、はいそれで今回ですね、今日ちょうど経絡マッサージ本格コース終了しまして、今どんな感じですか？経絡マッサージ終わりました、いけるぞという感じですか？はい、今最初はあんま自信はなかったんですけど、うん、初めてだったんで、うん、今この講義が終わりまして、うん、すごくなんか自分でもこれはやっていけるっていう、素晴らしいできてる感じです。 OK、はい、まあ、今回はこう、ね、初めて全く素人の方でこっちうち勉強に来てもらったんですけど、はい、以前はこう電気関係のお仕事をされて独立してはったんですよね、はい、じゃあもう社長さんですよね、以前はね、一応一応、はい、一応ね、はい、けどそう、まあ、ここでは言えないけど結構ね、聞いたらいいお金もらってらっしゃったのに、はい、なぜそういうのをやめてこういうのをしたいと思ったんですか？以前からその前の仕事に関してなんですけど、やっぱり人と関わるっていう仕事ではなくて、うん、機械とか物に関わってたんで、うん、実際自分としてのやりがいっていうのはゼロに近かったんですよね、話しても答えてもくれないし機械だからね、はい、まあ、そんな感じで一応やらせてもらってたんですけど、うん、やっぱこう年を取るに重ねて、年ってまだ若いね30歳よ、うん、はい、でやっぱりもっと人と接して、うん、もっと自分にも喜びを持ったまま仕事をしていきたいなって思いがずっとありまして、うんうんうん、でその時にこのマッサージ業界だったら人にも直で喜んでもらえるし、うんうんうん、っていう思いがあって、うん、やってみようと思ってね、うん、なるほど。じゃあそれをあの学ぶためにこうスクールやっぱり入らないといけないなと思ったわけですね、はい、ちゃんと学びたいということですよね、はい、うん、その時どうですか、石川県いらっしゃるからこういろんなネットでね調べてもらったと思うんですけども、はい、あの何件ぐらいこう見ましたか、こういうスクールとか。自分で受診させてもらったのは5件ぐらい、5件ぐらいね、それ全部資料請求とかさせてもらって、ね、うん、でその中であの日本ボディケア学院をね選んで決めて入学してくださったんですけど、その時の決め手というのはどんなことですか？いろいろそのネットでこの学校のことを見させてもらったんですけど、うん、先生の書かれてた、うん、人分で、うん、やる気があるなら一度来てくださいっていうのに自分心を耐えて、まあ、ね、それなら一度行ったらって、はい、という気持ちで、それで見学に来てくださいね、説明会ね、はい、そうですか、そういうそれが聞いたよな、やる気あったら来てくださいよ、はい、みたいなそんなん書いてた、はい、だからそんなニュアンスで書かれてた、そうやね、まあ、そういう気持ちでやってるもんね、はい、うん、分かりました。それで、まあ、それで決めてくださってですね、もうあの説明会来た時も入学しまってすぐ言ってね、はい、帰られましたけども言ってくれたんですけど、その時けど不安はありましたか、入学するまでに。正直は不安だらけでした、うん、例えばどんな、まあ、とりあえずはもう一切この業界っていうかその接客業に関してやったことがなかったので、うん、そうやね、うん、実際本当に自分ができるやりたいって気持ちはあるんですけど、うん、本当にできるのかっていう思いのまま、ここちらの説明会とかに来させてもらったんですけど、うんうん、ね、で実際どうですか、今終わったとこですけども、そのいけるかなという不安は解消できましたか？技術に関しては、うん、自分がすごく成長してるなっていうのを日々に感じて、うん、回を重なるごとに、うん、その思いがだん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 、ああそうですか、ああ素晴らしい、はい、いやほんま、うまいと思うよ、よくやっぱりスキーとかずっとねやってあったし、うん、やっぱそう選手とかやってあったから、ね、上手なのもあると思うけど、いやよく練習しはったと思いますよ、忙しいのにね、でこれで仕事も引き継ぎね、うまいことして、はい、いや大事なことですよ、こう立つ取り、立つ取り、あと濁さずということですからね、よ、うん、かったと思います、必ず次につながると思いますね、はい、で今後の目標ですけども、次あれはね、セルフ骨盤もやるし、はい、ね、あの PNF ももう一気に4件あるんで、はい、もうこれで全て今まで貯めたお金がなくなった、はい
あとはもうそれを学んで、ね、はい、あの取り戻すということでね、はい、しっかり頑張っていきましょう。はい、じゃあまたこのそれまで、まあ、一応もうどんどんね、もう地元の方にお話しされてもう、ね、活動されてるんで、それをぜひやってもらって、スピードを早めてやるということが大事ですので、頑張ってください。今ですね、これを見てくださっている方はね、はい、学院に資料請求してくださって、はい、まあ、どうしようかなと悩んでいる方多いんですけども、まあ、そういう方が見てくださってますが、はい、まあ、そういう入学しようかな、どうしようかなと思っている方は何か、村岸さんからアドバイスがあったらお願いします。そうですね、あの、まあ、自分みたいに初心者の方でもちゃんと講習を受ければここまでできるんだっていうのをちゃんと自分で実感できると思うので、うんうん、それをぜひちょっとでも興味あったりやりたいと思っているなら、いち早く一度こちらの学校説明会に出てやってみるのが一番いいと思います。うんうん、そうだね。で、あのちょうど全部あのほら、実技のやつを取ってるからね、あれ見てもらうと分かるよね。はい、もう全く後ろでここまでできてるとね、ビビると思う。はい、誰か見て言ってたもんね、この人上手ですね、生徒さんが言ってたら。はい、じゃあまだまだ続きますけど、とりあえず経絡マッサージ本科講座が終了と、はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、じゃあこれからも頑張りましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。